妖怪ウォッチプニプニやっていきましょう。前回の動画で言ったと思うけど、ボスの手前まで予習じゃないな、自習で進めてきました。ということで、今回はね、このボスの、のぼせトンマン、だと思ったよ。戦っていこう。のぼせトンマン。よし、そうか。戦い方だよね。のぼせトンマンは弱点のへそを隠していますよ。へそを出させるには、たまに降ってくるへそ玉を連打して壊すのです。戦い方よくわかんない。へそ玉を連打して戦う。攻略情報見ていこうか。段々坂のボスののぼせトンマンは弱点のへそを桶で守っているよ。あ、こういうことね。へそ玉、なんかバッチリな。この中にへそ玉が降ってくるんだね。時々降ってくるへそ玉を連打して壊そう。へそ玉を数個壊すと、のぼせトンマンが弱点のへそを出すよ。なるほど。で、弱点を出したらピンを刺して攻撃するってことか。じゃあやっていこうかね。おお、このね、西洋感がね、どうしてもね、マツコデラックスにしか見えないんだよね。とりあえずへそ玉が降ってくるのを待てばいいのかな、これは。多分さ、この状態で攻撃してもダメージ入んないよね。へそ玉降ってくんのかな。あ、違う。そう。こうやんないとへそ玉降ってこないんだ、きっと。あー、来た。なるほどね。あ、じゃあ、とりあえず、これどうやって戦っていけばいいのかな。まだダメなの？よし、じゃあ戦い方考えた。じゃあジバニャンをね、ちょっとでっかいの作って、他のやつは消していくっていう作戦でいこう。お、来たね。やべえ、すげえダメージ受けてる。どんだけ壊せばいいんだよ。やばい、これ負けるんじゃねえか。戦い方分かんなかったから負けるんじゃない？あ、へそ玉来た。まずいぞ。あー、まずい。お、来た。壊して。来た。これ何個壊せばいいの？あ、来て、もしもう来てる。あ、もう弱点出してたんだね。全然見てなかった。あー、なるほど。こういう風に戦っていくんだね。ちょっと戦い方がね、コツがよくわかんないな。じゃあ今度はマツコデラックスを、揃えていこっか。ちょっとヒットポイントがね、やばいことになってるんで。マツコデラックスね。お、来た。へそだ。あ、やられた。でももう一回最初からやろっか。あらららららら。今回のね、敗戦というか、負けた原因はね、戦い方がよく分かってなかったのと、あと、上の画面全然見てなかったから、弱点のへそ出してるのに気づいてなかったっていう。もうコツは分かったからね。大丈夫だ。よし、今度はね、ちょっとマツコデラックス、をちょっと揃えていこうかな。来た、へそ玉来たぞ。3つ壊したぐらいじゃまだ来ないか。どう？あ、来てんじゃん。出してんじゃん、もう。ん？これまあ弱点出してるよね。よしよし。これでよかったのか。さあ、へそ玉ちょっと来ないかな。へそ玉。来た。1個壊したぐらいじゃ弱点出さない感じ？まだダメだね。あ、いいね。今のうち、今ダメージ入るでしょ。よっしゃ、入った。で、これで回復して、必殺技。オッケー！すげえ、ジバニャンダメージ入った。ちょっとマツコデラックスでいこう。お、来て、フィーバー。今多分弱点出してるよね。あ、ちょっとまた出していこう。これ勝てるぞ。
よし、もらったー。オッケー、オッケー、いいぞ。さ、あともうちょいなんで、もう地道に押していけばこれ勝てるな。どうだ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 。あ、隠した、弱点隠した。よしよし、倒したー。これで何回目のボスだ。三つ股のづち、釣られたローマル、あーだ、3体目だね。お、5つ星コインが手に入った。隠されたルートが解放された。あ、これで下水道が解放されたんだね。じゃあ次行こうか。ここは桜中央シティ61から始まって、うん、上は何なんだこれ。上とりあえず下行けばいいんだよね。あ、これは85のボスはあれじゃない、ダイダラボッチみたいなやつ、おぼろ入道か。よし、じゃあ行こうか。こう上のね、ウォーチロックはちょっと気になるけど、電車乗れるってことかな。あ、またお金使うんだね。え、コマさんいないし。コマ300か。お金で解決すんのか。嫌な世の中だな。300Y。うん、多分あれで電車に乗れるようになったんだね、きっと。じゃあ61からやっていこうか。またまたお前なの、腹踊り。よし、マツコデラックスね、すげえ役に立ってる。ジバニャンもね、結構意外に強いんだよね。ランク D なんだけど、さすが主人公っていう感じ。これあれだよね、このジバニャンさ、実は S ランクのジバニャンだったが、そういうこと、そういうオチはないよね、きっと。さあ、オロチもくっつけて、こんなもんかな。別にあのパズル力はね、全くついてないんだけど、ね、強い妖怪が来てくれてるからね、サクサク進めるようになった。あ、フィーバー来た、フィーバー来たよ。あ、また使えるね。うん、2500いくか。いかなかった。よし、結構吹っ飛ばしたぞ。で、ちょっとね、ちょっとまずいことなってんね。ちょっとまずいことなってんな。ちょっとマツコデラックスの技を使っていきたいね。回復して、わわわわわ、まずいまずいまずい。まずい。さあ、どんなもんだ、技。あ、ちょっともったいなかったかな、これ。全体攻撃じゃないんだよね、実は。そう、一匹しかいかないんだよね。わ、もったいないことした。おし、倒した。957。お、レベル。また上限かかったよ。1200。どんだけお金取るの。今俺3600しかないんだよ。どんだけお金取るの。全然お金貯まっていかないんだけど。さあ、次は6。あ、ちょっと電車乗れるのかな、ちょっと試してみようかな。あーあああえ、どういうこと、これ。電車乗る意味なんかあるの。なんかあんのかな。まあいいか、次行こうか。62、大蛇の壺。ダルダルマ、なんかさ、こういうなんかね、敵のやつらさ、これランクが低いやつらしか出てこないんだよ。ランク E とかさ、ね、ランク C とかさ、もうちょい A ランクとか、そういうやつら出てきてくんないのかな。ね、
お、エメラルニャンが結構溜まってるね。どうしようかな。で、オロチ、オロチも結構揃ってる。おお、来た、フィーバー来た。で、技使っていこう。あー、すごいことなってる。な、パチンコみたい、パチンコ。パチンコあんまやったことないけどね、なんか父親に小さい時にね、連れて行かれた時の、パチンコに似てる。リーチ来た、リーチ来たみたいな。よし、あともう一匹。フィニッシュ。お金全然たまんないんだね。経験値はそこそこたまるようになったけど、300、ああ、それでもたったの372なんだよね。全然経験値がたまんないゲームだよね。で、お金も全然たまんないんだけど、88Y か。よし、じゃあ次行こう。あ、必殺技でとどめを刺す。隠されたルートが解放された。あ、そういえばこんなのあったね。多分ね、このオレンジのやつは、レジェンド妖怪の解放に必要な妖怪の可能性がちょっと高いんで、ね、ちょっとショップでなんかいいもの買って。なんかいつまで経ってもさ、こういうなんか安っぽいやつしか揃ってこない。あ、ショートケーキでも解放されてんだね。ショートケーキ買っていこっか。決定。ショートケーキ 32Y か。高いのか安いのかよくわかんないな。ショートケーキ、俺ね、ショートケーキってね、シンプルなやつの方がね、好きなんだ。もうスポンジに生クリームしか乗ってないみたいな。あ、柔らか牛すじもね、買っていこうかな。美味しそうだね。26枚、決定。まあそろそろ寒くなってきたから、おでんの季節ね。よし、これでいこう。なんだろうこいつ。うん、スネスネークか。スネスネークね、すでに持ってるからもう関係ないな。あ、ああ、できない、できない。ワイマネーで交換だとどんぐらいなの？高くない？高くない？人玉5個で 1000Y か。マジかよ。お友達がいない人たちすごい厳しいね、これ。溜まってるんで、ちょっと受け取って、申し訳ないですね。まあこんだけあればいいかな。3つあればいいかな。よし、じゃあ行こう。じゃあ今日はこいつをやっつけておしまいにしようかな。プレイ。まずオロチをやって、エメラルニャンも結構いい感じでた、うん、揃ってんね。お、いいね、いいね。なんか今回揃ってんな、結構。よしよし。で、マツオデラックスもね、ちょっと揃えていって。マツコデラックスちょっと合流させたいね、あ、フィーバー来た！技！で、マツコデラックスも使う。3000ぐらい入るんじゃない？3000、3000いかないか、さすがに。よし、大ダメージ。今度なんか揃えにくいな。揃えにくいぞ。オロチ、エメラルニャン。まあ、こんなもんでいいか。で、お、あ、もう技が溜まってる。負けた、まさかの負けた、負けちゃった。まあ今日はちょっとキリがいいからここでおしまいにしよっか。まだ14分しかやってないけどな。いや、負けちゃったよ。さあ、また次のボスまで道のり長いよ。今62でしょ。62だから、あと、まあでもあと13かね。おぼろ入道。はい、じゃあ次回またやっていきたいなと思います。